2008年に日本クラウンから暴れ船でデビューした桜井久美子さん。今作は原ジョージ氏作品に挑戦。動的で勢いのある男歌、桜井久美子さんの歌唱力、存在感が十分に発揮されています。2019年12月4日発売、桜井久美子さんの新曲風雲太鼓です。2019年12月4日発売、桜井久美子さんの新曲「風雲太鼓」でした。人も死に